自民党の総裁選挙は残り1週間となり、各候補が党員票の獲得に向け追い込みをかけています。では最新情報について中継です。候補者の乱立により議員票では大差がつかないとみられる中、各陣営は党員票の獲得に奔走していて、その焦点の一つが業界団体の票です。小泉進次郎氏は今日午前、自民党の支持団体でもある全国郵便局長会を訪れ、幹部と会談しました。狙いは全国に2万以上ある郵便局の局長が持つ党員票です。この局長会は進次郎氏の父の小泉元総理が進めた郵政民営化に猛反発した過去があり、因縁の関係といえますが、今回は民営化反対の急先鋒だった野田聖子氏の仲介で実現しました。こうした業界団体に所属する党員の票は職域票と呼ばれ、党員票全体の4割を占めていて、各陣営が獲得を狙っています。厚生労働大臣を務めた加藤氏は先日、医療系の団体関係者との会合に出席したほか、林官房長官は観光業界やバス事業者の団体幹部と面会しました。あるベテラン議員は、業界団体でまとまった票が入ったのは昔の話だと語っていますが、各陣営は少しでも多くの党員票を集めようと働きかけを強めています。